タンポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューはプリンです。昭和の喫茶店で味わえた固め濃厚なプリンです。懐かしい味ですよね。それでは材料です。プリン液が卵、牛乳、グラニュー糖、バニラオイル、そしてカラメルはグラニュー糖とお水です。バニラオイルは入れなくても大丈夫です。日常にある材料ですから、食べたくなったらすぐ作れますよ。では早速作っていきます。最初にカラメルから作っていきます。まずはグラニュー糖 50g ですね。グラニュー糖を鍋底に広げて、そして中火でじっくりと待ちましょう。グラニュー糖が溶けるまでは触らないでじっくり待つのがポイントです。これは今早送りしてますけど、このようにシュワーッとだんだん溶けてきますよね。そして色がですね、きつね色になってきます。そして全体が溶けてきましたら、ここでシュワシュワってなるまでもう少し待ちます。はい、このくらいですね。こうなりましたら火を止めてお水を入れます。お水を入れるとバチバチ跳ねます。火傷しないように気をつけてください。そしてお水が全体に行き渡るようにゆっくりかき混ぜます。そしてここで粘り気ですね、とろみがつき始めましたら、もうちょうどいいカラメルになっておりますので、これで出来上がりですね。はい、このくらいのとろみでいいと思います。そうしましたらですね、プリンの型に入れていきます。今日はですね、5個分の分量で作ってますので、カラメルもこれを5個分に分けていきます。型に入れましたら粗熱を取って、そして冷凍庫で冷やしてください。では次にプリン液を作ります。まずはグラニュー糖をボウルに焼きます。そうしましたらここに牛乳を入れます。少しかき混ぜます。牛乳が常温の場合、グラニュー糖が溶けにくいですから、その時は電子レンジで2分ほど温めてください。では電子レンジに入れてきます。2分間ですね。牛乳を温めている間に卵を割っていきます。そしたらかき混ぜます。そして卵をですね、きめ細やくかき混ぜたら、今度はバニラオイルを入れます。バニラオイルは少々数滴垂らしてください。そうしましたら牛乳が温まりましたので、しっかりとグラニュー糖をですね、溶かしていきます。はい、でこの時に指で温度を確かめます。60度以上熱い温度になってしまうと卵が固まってしまいますので、必ず60度以下、50度ぐらいの温度でかき混ぜていきます。そうしましたら網でこしてきめ細やかにします。これでプリン液の完成ですね。そうしましたら、先ほど冷凍庫で冷やしていたカラメルの入ったカップにこのプリン液を注いでいきます。はい、いい感じですね。そしてオーブンのトレーに並べていきます。そしてこの時にプリン液に気泡が上にありましたら、ライターの火で炙っていくとこの泡が消えていきます。はい、こんな感じですね。そうしましたら次はアルミホイルで一つ一つに蓋をしていきます。そしてトレイに水を張っていきます。そしたらオーブンでしっかりと焼いていきます。そして焼く時の温度は150度で40分、そして40分経ったら10分余熱で寝かせます。はい、焼けました。そうしましたら早速蓋を開けていきましょう。
こんな感じですね。ちょっと熱いです。やけどしないように鍋つかみで掴んでいきます。しっかりと焼けてますね。固まってます。こんな感じです。もう一度アップで見てみましょう。こんな感じですね。焼け具合は綺麗に焼けました。そしたら冷蔵庫で2時間冷やします。はい、冷蔵庫でしっかりと冷やしました。そうしましたらお皿に盛り付けていきます。最初に爪楊枝で周りを一周剥がしていきます。そしてお皿をかぶしてひっくり返します。そうしましたらライターで底を軽く炙ります。カラメルがくっついている場合がありますので、でも軽く炙るだけで大丈夫です。そしたら両手で押さえてこのようにして剥がしていきます。はい、綺麗に落ちましたね。プリンの完成です。見た目も美味しそうでしょ。レトロ感が出てますよね。はい、こんな感じです。では早速食べてみましょう。まさに昭和の喫茶店の味です。スーパーやコンビニで売っているプリンよりもはるかに固く美味しいです。このくらいしっかりしたプリンって懐かしい味がしていいですよね。そしてやはり手作りのカラメル、このカラメルのおかげで固いプリンが生きてきますよね。とても美味しいです。材料も日常で手に入るものですから、とても簡単です。ぜひ皆さんも試してみてください。本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄にお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。